はい、皆さんこんにちは。お久しぶりな投稿でございます。今日はですね、東京ビッグサイトのキャンピングカーの展示会に来ております。展示場、そう、以前ね、ちょっと行ったじゃないですか、幕張のメッセの、あそこの時にフリーマーケットの時にちょっとだけキャンピングカー見ていいなと思って、で今日調べたらこのね、東京であるということで、コロナ禍において久しぶりに会うんで、もうマスクもバッチリして ね、はい、ちょっと楽しんでいきたいと思います。マスクに塗ってるだけですけどね。マスクに皮膚に直に塗ってるんで、ちょっとあったけど、イタリアの YouTuber がやって叩かれたそう、しこもっちゃったやつ叩かれた。あ、そうなんだ。SNS は怖いですね。メルクに打たれて地にめり込む。めり込んだんだ。そんな時代ですから。なるほど、ね、じゃあ私たちはめり込まないように気をつけていきたいと思います。めり込まずにのめり込んで、だポータブルトイレだから、これ下でカトリッジ。そうなんだ。買えるんでしょ、だから。すげえ、トイレだって。この消毒液と一緒にして、ここに入れてこう、へぇ、一緒にこうやって捨てるんじゃないか。すげえ。普通にさ、そのポータブル一回なんかやだな、西尾とはいえ、汚くはないけど、西尾とはいえ、これカレーをそれで食うっていうのね。いや、どこ、何これ、ラップポン、ラップポン、ラップ、これすごいよ。何これすごいよ。何よこれ、うん、これするじゃん、うん、で、ここのスイッチカチッと押したら、うん、ここが熱でこれ閉じてくれるんだよ。え、熱で閉じてくれて、うん、もう密着するから、そのまま捨てられるの、これ。ああ、そういうことか。匂いも、へぇ、匂いも出ないし、そう、ラップポン用消毒品、消耗品。これすごいんだよ、16万9000円。いや、16万9000円の価値あるよ、マジで。だからここで、ここでやから、これさ、しかも新品じゃないんじゃない。新品じゃないの、いるかよ。何買うんだよ、新品じゃないの。中古ですがって書いてるじゃん、ここにでっかく。中古ですがって。そうだよね。そう、中古ですがと、ドクロに。特にこの罰を書いておけよ、絶対。そうだよね。このコロナ禍において、うん、ものすごくね、高まってると思うのよ、うん、この。で、需要がね、爆発すると思うよ。はいはいはい。本当に、はい、収束ですってなったら、次の日から、うん、みんながね、各地に散らばると思うよ、都内から。ああ、そうだね。てか、海外移住考えてる人もいらしいよ。あ、もはやね。もはや。何回も聞きますけど、はい、売ってんすよね。売ってんすよ、売ってんすよ。これ、なんてやつだろう。デリカだ、デリカ。デリカ、ミスピシャのデリカ、はいはいはい。これもまたいいんですよね、風も抜けるしさ。ああ、そうか。部屋も閉じて、うん、そして走行も多分できるし。これさ、上ってさ、この何人乗って、なんかボコってへこみそうじゃないよね。やめんなよですよ。あ、そうなんだ。車のこれが、そうなの、これ軽トラック、軽トラの後ろがなってる。で、ここが吹き出しで、吹き出しで、だから出てきて水回りとかできるし、だからこういう冷蔵庫とかもこっち収納できて、はい、だから基本的にこのタイプは外で楽しむ感じですね、うん、中でなんかその中でテレワークとかっていうよりは本当に外のアウトドアギア。そう、何これ、仮装、仮装、仮装する場所じゃない、これ。仮装じゃないよ、ガシャンじゃないよ、アルワークじゃないよ。あ、そうなの、個人に分かれようじゃないよ、違う、そうなの。バイオハザードで開けたら絶対ゾンビ入れるから違う。これ普通に長尺物とか釣り竿とか、はい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 、なるほどね。あとはそれこそ何でもね、乗せるし。すごいすごい、これのの寝てね。そうそう、あの明かりがまたいいね。あ、扇風機もついてますね。まあ、そうだよ、うん、ファン、換気ファンか。どう、すごくこれ軽自動車エブリー、エブリー、エブリーをベースにしてますね。すげー、すごくね、あのファブリックもすごく上質だし。そう、あ、なるほど、ファブリックもチェックするわけね。大事でしょ、うん、ファブリック。確かに。でしかも多分これ、あの、なんかここさ、多分これスライドしてね、あのね、机もできるから、なんなら対面で食事もできるし、やろうと思えば。やっぱりそこ、やっぱ軽バンはさ、天井が高いのはいいよね。まあね、まあね、うん、じゃなかったら実現しねえじゃん、なんかもう窮屈なさ、まあ、あとはまあ、でも、まあ、テレビ、うん、この小物入れと、小物入れね、これやっぱり雰囲気あるよね、うん、で、これ車体が363万8000円って、うん、まあ、うん、転車。本体は245万、多分オプション全部入ってるから。あ、なるほどね、全部入ってる、多分これフロアマット、ドアバイザーが全部、マルシェルが全部入って、やっぱ転車だからさ、うん、よく見せないと。だからさ、そっか、一個すごく好きなものがあって、ミニチュアクルーズ SV っていう車種があるんだけど。ミニチュアクルーズ SV、 ここにあるんじゃないですか、どっかに。あったらすごい見たいね。へえ、それ一個ね、やっぱすごいのよ。それはミニチュアクルーズだけど軽自動車ではないでしょ。軽です、軽。えっ、エブリ、エブリ、同じ。そうなんだ。ここはもうさ、
ビルダーさんのさ、うん、違いだからさ。なるほど。そうそうそう、これ売ってる人がここで展示をして売りたいわけでしょ。そうそうそう、はい、これラミータという車種なんですけど、これねちょっと見た中心4名、うん、すごく、ね、あ4人寝れるの。今までいろんな軽キャンパー見てきましたけど、はい、見てこれ、ここ2名ですよね。この上下で2段ででも全然十分じゃない。限られスペース完全有効活用してるね。ここをあえて潰して、で、ここに、まあ、究極だけど、トイレ。4人寝れんの？あ、これトイレか。そう。で、多分あっちのあれを倒して。あ、なるほど。で、ドアも閉めれるわけね。ペーパー入れでしょ、それ。ペーパー入れ。びっくりした。なんだよ。変な間を開けんの。冷蔵庫もついてるしね。あれ冷蔵庫。究極、そう。で、あそこで、ね、キッチンだ。キッチンというか、あそこに多分ね。すごー。電磁もあそこにあって、え、でもう2人はどこで寝るの。もう2人は多分こっち、あ、多分普通にここ、あ、ここかガシャンってやって、おー、バットにしてこれ1人で、すごー。で、こちらの車体のお値段が572万円ということでね。ラミータだけどもともとハイエースだからスーパーロング、8人乗れて4人乗れる。ただマルチルームがあるからそこで、うん、まあいろいろその物置にしてもいいし。なるほど。ずっとだが。そうか。銀河という、これもハイエース系かな？トヨタですね。うん。ちょっとここになんかこれは謎の排気系かな。これちょっと気になる。鬼キッチンが広いんじゃないですか？鬼キッチンタイプじゃないですか？キッチンの広さでどうのやってんのこれ？何？違うんだ。うわ、730万。見て。何？家庭用エアコン。おお。エアコンの室外機か。あれ昨日あれ室外機だ。すげえ。あそこに来ちゃったんだ。いや、普通さ、うん、結構あるのが、うん、その家庭用エアコンつけるんだけど、うん、例えば下のタイヤのね、うん、スペアタイヤのスペースあるのよ。ハイエースって、うん、この車体の下にスペアタイヤのスペースがあって、うん、はい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 、そこのスペアタイヤを取って、うん、下に室外機を設置するとかあるんだけど、すげえ。それでもすげえわ。ただそのこの銀が。あそこにつけたのすごい。つけてんだね、最初からね。冷蔵庫があって、でもなんか木目もやっぱおしゃれだよね。キッズは嬉しいよな、これ。パパ買ってだよな、まさに。買ってよ、これ。で、ここもだから、ここトイレか。ここ多分、ほら、ドアであるから、ここマルチルームで使えるから。なるほどね。トイレルームでもいいしね。マルチのマルは、おまるのマルじゃないですよね。違うぜ。違いますよね。違うぜ、ベイベー。さっきからマルチルームってトイレしかないから。だから着替えてもいいし。どうですか？楽しい？欲しい？お父さんに買ってもらいましょうね。いいね。二人で寝れるんじゃないの。いや、子供は喜ぶよ、こんな。毎週が楽しみになるよ。はい、あそこにコンパクトの椅子があるので、ちょっと彼に座ってもらいたいと思います。潰れるでしょうか。彼は体重は120何キロです。おお。どうですか、座り心地は。久しぶりに座ったからすごく気持ちいい。なるほど。見てきましたよ。はい、どうでしたか。いや、もういっぱいね、いいのか、自分は明日にでもどこかに行くべきじゃないのか。旅こそが人生の醍醐味なんじゃないか。そう、自分という人間を一目で確認したとき、関東圏しかシャコシャコ動いてないぞっていう、そこ、ね、そうだね。北は北海道、南は沖縄。したらもうでも、そうですね、ぶっちゃけなんか最後の方はどれも一緒に見えちゃったっていうのがあるんですよね。まあ、たまに見るから、たまに 3,4 台見て、おーってなるのがやっぱいいのかなって。見すぎちゃうとどうしてもそうなりますからね。そう、あとやっぱお金もかかるな、結構な。まあね、それを見てまた現実突きつけられて、はぁーってなって、ありますけどね。うん、まあ、それが人間なのかもしれない。でも見て、今の俺たちはそこにいる蝶と一緒だぜ。しかも見て、全く行けない空を見てるけど、空を飛べない蝶と一緒だ。蝶バカだな。そういうことは言っちゃダメ。というわけでね、私たちも蝶のように待って、蜂のように刺していきましょうね。いえいえ、もう別なし。